お疲れ様でした。どうも、エダッチです。今回はこちら、GoPro Hero 8限定パックです。早速中身を開けてみます。まずは GoPro Hero 8の本体です。 Amazon で買ったんですけど、保証書も入ってました。これがデュアルバッテリーチャージャーと予備のバッテリーです。 32GB のマイクロ SD カードとアダプターですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、 GoPro のステッカーです。最後に GoPro の防水バッグです。最初はですね、これを単品で買う予定でした。互換バッテリーはね、安いのがありますし、 SD カードももっとサイズがでかいのがね、あります。ただ互換バッテリーだと、この GoPro Hero 8の売りであるね、ハイパースムース 2.0 っていう超強力手ブレ補正ですね、これがね、使えなくなるっていうのを見たんで、こちらの純正のバッテリーチャージャーとバッテリーが入ってる限定パックを選びました。 GoPro は今回ね、買うのが初めてなんですけど、使うのはね、初めてじゃないです。相方のリョウがね、GoPro Hero 7 Black 持ってたので、よく借りて使ってました。使い勝手であったり、映像の違いとか、今からね、すごい楽しみです。ソニーのアクションカムはもう引退というわけではなくて、これからサブ機として活躍してもらおうと思っております。 128GB のね、マイクロ SD カードを使ってたので、こいつをヒーロー8に移して、この 32GB をアクションカムで使いたいと思います。山口県も緊急事態宣言がね、終わりましたんで、近々近所の里山からですけど、 YouTube の登山をね、再開します。この GoPro Hero 8で撮った登山動画、皆さんお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございます。参考になりましたら、上のボタンを押してチャンネル登録、たくさんのコメント、グッドボタンお待ちしております。それでは次の動画で会いましょう。